サラトガ。サラトガはアメリカ海軍の航空母艦、フォレスタル級航空母艦の2番艦、アメリカ独立戦争におけるサラトガの戦いにちなんで命名され、同盟を持つ艦としては6隻目である。サラトガは大型航空母艦として1952年7月23日にニューヨーク州のニューヨーク海軍造船所に発注され、船体番号は CVB-60 であった。1952年10月1日に攻撃航空母艦に艦首変更され、1952年12月16日に寄港された。1955年10月8日にチャールズ、S ・エス・トーマス夫人によって浸水し、1956年4月14日に初代艦長 RJ ストロー大佐の指揮下収益した。 収益後数ヶ月にわたってサラトガは、飛行、送艦、構造及び砲撃と様々なテストを行い、8月18日にグアンタナモアに向かい成長巡航へ出発する。12月19日にニューヨーク海軍造船所のドックに再び入り、1957年2月18日まで調整を行う。調整後カリブ海で訓練を行い、その後母港のフロリダ州。 メイポートに向かう。6月6日に、アイゼンハワー大統領と閣僚が上官し、訓練を視察する。2日にわたって、サラトガと領艦18隻が、航空作戦、対戦水艦船、誘導ミサイル作戦及び、海軍最新の砲撃、創車技術を実証した。大統領視察のハイライトは、西海岸沖のボノムリシャールから、 大西洋のサラトガまで2機の F8 ユクルセーダーが3時間28分で無停飛行を行う実験であった。サラトガは1957年9月3日にメイポートを出港し初の大西洋横断を行い、ノルウェー海で NATO の軍事演習、オペレーションストライクバックに参加する。その後、メイポートで短期間停泊した後、修理のため、ノーフォーク海軍造船所に向かう。 1958年2月1日に地中海に向けてメイポートを出港、最初の第6艦隊配備となる。1967年12月31日まで地中海へ8度の巡航を行い、地中海以外ではフロリダ沖で訓練、または港での補修を行った。第6艦隊で展開中の1961年1月23日に、 第2機械室で火災が発生し、7名が死亡する。燃料油パイプの破裂で生じたと考えられる火災は、乗組員により沈下し、サラトガは、ギリシャのアテネで損傷を調査した。蒸気タービンの出力は低下したものの巡航任務を継続し、帰国すると艦載機部隊を下関させその後修理を行った。1968年1月2日にサラトガは、 ペンシルベニア州フィラデルフィアに向かいオーバーホールと近代化改修に入る。作業は11ヶ月にわたって行われ、1969年1月31日にフィラデルフィアを出港、ハンプトンローズとメイポート経由でグアンタナモに向かい乗組員及び航空要員の訓練を行った。1992年秋、アメリカ合衆国トルコをはじめとする NATO 加盟国は演習、エクササイズディスプレイデタミネーション1992を行う。同演習は、アメリカ軍のジェレミー・マイケル・ブーダ提督を総司令官として、各国海軍が参加して行われた。各国海軍は2つのチームに分かれ、アメリカ海軍の T ・ジョーゼフ・フロペス海軍中将が、ブラウンォーセスを指揮し、それにはサラトガも含まれた。 トルコ海軍の機雷布石駆逐艦ムアベネと、元ロバート・イーチ・スミス級駆逐艦軍リは、オランダ海軍のクルーン提督指揮するグリーンフォーセスに属していた。同訓練演習において、戦術上の増強過程に、ブラウン軍は、エーゲ海のサロスワニへの上陸を試みる。ブーダ提督は各ユニットが、積極的に探索したいを破壊するよう命令した。 両軍の機動部隊司令官には勝利を達成するため全ての戦力を使用する最大の権限があった。言うまでもなく全ての対立は演習上の攻撃であることが目的であった。1992年10月1日、サラトガに上官していた戦闘式センター士官はシースパローミサイルシステムを用いてクリーン軍への攻撃を開始することを決定した。 戦闘式センター士官は、サラトガの部隊指揮官及び戦闘グループ指揮官のフィリップ・デュアー少将の承認を得た後に、シミュレーションの攻撃計画を実施した。ミサイル発射範囲は、その指令がシミュレーションであることを知らされなかった。指令が進行し、ミサイルシステムオペレーターは、ミサイル発射準備が完了したことを報告した。 しかし標準的な用語が欠如していたため確認した士官はその報告の重要性を認識できなかった。具体的には目標補足システムオペレーターは指令、アームチューン、コンソールオペレーターにとって実際の発射に備えてミサイルを装填、準備する指令を出した。指令監督士官はアームチューンが実際の発射を示すことを理解できなかった。その結果、 10月2日の午前0時直後にサラト川、ムアベネトに対して2発のシースパローミサイルを発射し、ミサイルはムアベネトの艦橋を直撃し戦闘指揮所を破壊、艦長以下5名が死亡、15名を負傷させた。サラト川1994年8月20日にフロリダ州メイポートの海軍補給地で解約され、同日除籍された。 1995年5月にフィラデルフィアまで開港され、フィラデルフィア海軍保管所で1998年8月に不活性され、ロードアイランド州ニューポートの寄贈艦保管所に保管された。続いて、実験要請として処分が決定されたが、最終的に2000年1月1日に寄贈艦保管所に戻された。その後、米海軍は2013年10月に、 テキサス州ブラウンズビルの船舶解体企業に対し売却を行う契約を締結。2014年5月11日までに1セントで売却されたと発表した。サラトガはベトナム戦争の先行で一つの従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。